でもね、この間メール来たらね、えーちゃん、初めて見る人を自分はもうどうしても矢沢のステージ見せたいから連れてったんですとら、その人の後ろにずっと場違いなバカがいてさ、えーちゃん、えーちゃん、えーちゃん、バラードで喋ってる時も言ってんだって。これでね、もう我慢ぶち切れてさ、うるさいわよってからもう帰ったんだって。いや、さっきね、俺が喋りたかったのはね、これ大事な話なんだけどね、あの今日まあ最後なんだけど、この間俺の友達のキアラの家に電話入れたのよ。まあ昔矢沢ファミリーでやってたし、ほいでね、あいつの親父さんの話になったのね、二人で。ほいで、まあこれ非常にあの成り上がりの本なんかにもちらっと出てるんですけど、僕がちょうどヤマト作る時にもうキアラと出会って、もう絶対やるんだ、絶対俺はプロになるんだって。ほんでちょうどキアラの親父のとこ行って、まだ僕はまだ二十歳ちょっとぐらいかな、21かちょっと覚えてないんだけど、お宅の息子さん1年貸してくださいって俺は言うわけよ。確か成り上がりの本にこう出てくるんですけどね、その話二人になって、お前んとこの親父変だよねって、いい意味でね、今時いないよな、なんつうのかな。これで俺が息子さん1年貸してください、ちょうど彼明治大学行ってたから、そしたらこれがね、息子貸してくれるんだよね俺に。で、分かったと、今時こういう若い男がいないと。これその話になって、お前の親父って変だよね、いい意味で、こんな親父いるんだね。自分が今大学行ってる息子がいる立場として、誰が来てね、息子さん1年留年させて貸してください、俺たちこういう夢があるんですったら、俺貸すかな、多分貸さないねと自分で思ったわけで、まあもう亡くなったんですけど、もう矢沢のずっとすごいうちの親父は不安だったよって話になって、やればいい気分でね、なんかこう電話で、よし俺今年頑張るよみたいな話したんだけどね、ああこれ言いたかったんだよ、どうしても。ちょっと楽屋でさっき練習したやつやります。I love you, okay. この世界にたった一人のお前に、俺の愛のすべてを捧げる。抱きしめれば切なくなる。俺のこの腕でいつも幸せにしたい。 I love you, okay. 振り返れば長く辛い道もお前だけを支えに歩いた。窓辺に灯る明かりの俺のこの胸にいつもお前が燃えてる。 Hey!
I take生きていたい。矢沢が今年もやってくる。エイキチ矢沢コンサートツアー2023 Welcome to Rock'n'Roll 全18公演。詳しくは特設サイトまで。